甲府南インターチェンジを出て庄司湖まで行く道にはピンク色の花がいっぱい咲いています。これはこれから夏の時期になるとこの道沿いで売られている桃の畑です。雪をいただいた南アルプス北岳が見えています。まだ農家の方の手が行き届いていないのか花が雑然としています。美しいピンク色の桃の花ですね。きっと美味しい桃ができることでしょう。夏の収穫時期が楽しみです。